さあ、富士大学が、さあ、キーパー、佐藤光が出たということは、よしと、ゼブラボールだな。さあ、ゼブラボールということは、キッカーは山谷広大です。1点決めております。なあ。さあ、どうか。かつてはフットサル F リーグでもプレーした経験のある選手。一回外れたらもう終わり？いや、5人でやってね。5回で終わり？まあ、一回外して一回決めた後、何回かやって、最大でまず5人だ。さあまず、山谷高台、決めました。左隅。さあこちらは千葉龍二。さあこ千葉龍二、お兄さんは山谷のかつての戦友ステラミンゴの千葉雄也。誰が14番のお兄さん、ステラミンゴの選手だったのよ、千葉雄也って。これがおっの弟龍二君っていうの。へ、はい。おーっと逆をついた。やっぱりこういうところのね、手のキックが千葉君今日なかったですよね。あとやっぱり1個の決定力ですか。バフどっちも決めるとこで決めてればこんなことにはならなかったはず。さあ最後の方、惜しいシュートがありました。藤沢浩太、岩手大学卒業、新卒です。誰？26番、藤沢。あー外したー。なんだー。いかろうきよ、ヘロタカヘロタカヘロタカ。大学は篠木、篠もね、こういうところは篠木恭平。うん、大和い、大和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 。わあ、決めたい。よーし、入った。ヘロタカヘロタカヘロタカヘロヘロタカヘロタカヘロタカ。惜しい。よし、さ2点目を決めた滝村和彦。滝村和彦、滝村和彦、滝村和彦、滝村和彦。はい、おー決まりました。逆サイド4回の裏、はい、ヒロタカヒロタカヒロタカ。さあ山根浩二、22番、この人も
うん、再三いいヘディングがありましたが、どうでしょう、足はどうでしょう、山根浩二。外れ、イエイエイエイ、よしよし、まずいぞ、次だ、わしょ、ペーボシと、新作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 、さあ、広田新作7番、ゼブラ。どうでしょうね、入るか入らないか、どっち決めてくれ。おーい、よーし、あとは最後です、はい、ヒロタカヒロタカヒロタカ、さあ2点目を決めた田中一子、これで外れたらゼブラの勝利。うん、どんだけ、おー、どうか、あ、外れ、どんだけ、あー、同点、これでサドンデスだ。さあ、これで6回目。前川淳、ケバロ、ゲットガール。前川淳、ケバロ、ゲットガール。前川淳、ケバロ、ゲットガール。前川淳、ケバロ、ゲットゴール。よーし。入った？入った。さあ、広田か。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 キッカーは4番成田亮介。成田って何だこ。成田書くの？うん、成田書く、さあ、やったー、勝ったー、ゼブラの勝利、 PK の末ゼブラベスト4進出、やったー、イエーイ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 、でもそれぐらい嬉しいんだよ、ゼブラのサポート、ゼブラ久しぶりのベスト4、おめでとうございます、うん、最後まで諦めない、信じているから勝てるんです、イエーイ、俺たちの盛岡に歓喜の渦を巻き起こせ、ゼブラゼブラ栄光へ突き抜けましょう、はいはい、さあ行け盛岡、俺たちの盛岡に歓喜の渦を巻き起こせ、ゼブラゼブラ栄光へ突き抜けましょう。